tkhdmzmo,ns とベリと、その分量広告 t, トベリ対広告 k, カシン広告 h, ホルム広告 m, ミクリン広告 d, ドロゴブージ広告 z, ズボツオフ広告周辺の、主な広告 mo, モスクワ対広告 n, ノブゴロド広告 s, スモレンスク広告ポイントは、広告の首都の位置のみを示す。国境線は、 現在のもの。ミクリン公国は、ミクリンを首都としたトベリ大公国の分領公国である。1485年に、モスクワ大公国領となって消滅した。ミクリン公国は1339年、トベリ大公アレクサンドルが死亡した後、アレクサンドルの息子ミハイルがミクリンを受領し、成立した。百六十四年にトベリ大公国領域にペストが流行し、 複数の諸侯や貴族が病死した。その相続権をめぐる生き残った大家たちの紛争は、モスクワ大公国とリトアニア大公国の介入する軍事衝突へと発展した。すなわち、モスクワの支援を得たトベリ大公バシリー、その息子のカシンコミハイルに対し、ミクリンコミハイルはリトアニアの支援を得て、これに抗戦した。その後1368年に、 トベリ大公バシリーが死亡したため、ミクリン公ミハイルはトベリ大公位を手中に収めた。1399年にミハイルが死亡した後は、ミクリン公国はミハイルの小兵ドルへ、さらにその子孫へと継承されていった。最後のミクリン公アンドレイは、1485年にトベリ大公国がモスクワ大公国に併合した際に、モスクワ大公に仕え、同国の貴族となった。 その子孫は、モスクワ大公国の貴族、ミクリンスキー家として16世紀半ばまで存続した。ありがとうございます。